バルタンフォン・ライヒエナウは、ドイツの軍人、陸軍元帥、ナチ党の権力掌握期のバイマル共和国軍の実力者であり、第二次世界大戦で前線司令官を務めたほか、1938年から国際オリンピック委員会の委員を務めていた。ヒトラーと共に前線を視察するライヒエナウ、カールス・スルウェに、プロイセン王国軍人の息子として生まれる。 1903年のアビトゥア合格後に軍に入り、参謀将校として第一次世界大戦に参加、第一コノエや砲兵連隊副官、第四十七交尾不評師団や、第七機兵共同師団の参謀を務め、大尉に昇進。1918年の終戦後は、バイマル共和国軍に採用され、シレジアやポメラニアの国境警備に従事。1924年に、少佐。 1929年に中佐に昇進、1931年に第一不評師団に転属となり、翌年大佐に昇進した。師団長はベルナーフォン・ブロンベルクであり、この時期に彼と強い信頼関係を持つようになった。早いうちから熱狂的なヒトラーとナチスの支持者であり、1931年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党している。 ヒトラー政権樹立直後の1933年2月、国防大臣となったブロンベルクの官房長に就任し、実務面における軍の実力者となった。翌年解消された軍務局長に就任して少々に昇進した。しかし新たな軍となる希望を持っていた突撃隊としばしば衝突し、1934年の新英隊が主導した突撃隊粛清に際しては、 ハインリヒヒムラーやラインハルト・ハイドリヒと頻繁に情報を交換してこれを援助している。また同年のオーストリアナチスによるオーストリア首相エンゲルベルト・ドルフンス首相暗殺とその後のクーデターにも援助を行っていたという。また外交面ではブロンベルクと共に親中華民国路線を主導する立場であり日本との連携を模索するビルヘルム・カナリスやヨアヒム・ホンディッペントロップと対立した。 1935年10月、第7軍団長に転出し、中将に昇進したが、なおも中国との交渉においては、責任者の地位にあった。10月には放中し、ドイツ国内の対日接近派からは、彼外国構想をすべて台無しにしようとしている。大平直上名と同じように、中国病にかかって帰国したと批判された。翌年、方兵大将に昇進。 1938年には、第四軍司令官に任命され、ズデーテン地方の併合作戦に従事した。同年に起きたブロンベルク非免事件では、退任するブロンベルクの推薦でフリッチュに代わる、陸軍総司令官候補の一人に挙げられたが、ライヒエナウがあまりにナチスに近すぎることを懸念したルートビヒベックや、ルントシテットが反対したため、陸軍総司令官就任は流れた。 1939年9月、ドイツによるポーランド侵攻で第二次世界大戦が始まるが、この作戦で、ライヒエナウは第十軍を指揮、作戦終了後上級大将に昇進。翌年5月の西方電撃戦には第六軍司令官として参加し、ベルギーを降伏させた。フランス降伏後の7月に先行を称され、元帥に列せられる。 翌1941年に始まる独ソ戦にも参加、同じく第六軍を率いた、第六軍司令部を訪問したヒトラーと会食する、ライヒエナウライヒエナウは、有望な前線司令官であると同時に、熱心、忠実なナチス党員でもあり、独ソ戦の期間中に、ユダヤ人などに対する大量虐殺の命令をたびたび下している。これは、SS 特別行動隊。 ゾンダーコマンド 4A の司令官、パウル・ブローベルとの協力で行われたものであり、新衛隊とは別組織である、ドイツ国防軍が戦争犯罪に手を染めていた実例とされている。1941年8月22日、ビーラツエルクバで延期されていた、ユダヤ人の子供90人に対する処刑を指令。同年9月末には、バビアールにおいて2日間で、ユダヤ人3万人が処刑された。 さらに10月10日、ユダヤ人虐殺を命じる、いわゆる、ライヒエナウ司令を、第6軍にこたつ。その司令に言う、東方に従軍する兵士は、戦術によって戦う戦士であるのみならず、葛飾のない民族主義思想の保持者、ドイツ民族にあだなす邪魔者に対する、復讐者とらねばならない。それゆえ兵士は、ユダヤ人という劣等民族に対する容赦のない、 しかし正当な処置に関する完全な理解を心がけるべきである。この処置はまた国防軍の背後で無本を企む者たちの目を摘み取るという目的も持っているヒトラーはこのライヒエナウ司令を絶賛し東部戦線のすべての軍司令官にこの司令に習うよう語した。ヒトラーのお気に入りとなったライヒエナウは逆に不況を買っていた。 ゲルトフォン・ルントシュテットに代わって1941年12月1日に南方軍集団司令官に任命された。しかしその直後の1942年1月15日、霊下摂氏40度の森の中を歩いた後に、ライヒエナウは脳卒中で倒れ、ドイツでの治療のため飛行機で構送されたが、途中のレンベルクで蒸気が着陸に失敗し重傷を負った。さらに、 ライプツヒまで空輸されたが、到着した時にはすでに死亡していた、ベルリンの軍人墓地に埋葬された、ありがとうございます。